頭ぶつからないようにしゃがんだー。そんなことはどうでもいいよ。頭をもぎってやるんでしょ。そうだった。で、全然効かないー。ちょ、息止め。起きたくなかったー。永遠の眠りにつかせてくれ。それ実質死だから。生き返された感謝を胸にあいつと戦いましょうよ。そうだな。やってやろうじゃねえかー。やっぱり戦うのなんて無理。2回目になんでしまってんだよー。さっきまでここ空いてたんだって。美味しくいただかれました。美味しくいただかれたよ。てかどっか脱出経路はないのかよ。その腕で戦うんじゃなかったのかよ。無理だと悟ったよ。ここ、もしかして開いたりするんだろうか。デンジャーとは書いてありますが。いや、それ以上にデンジャーな目に遭ってるのよ。ここから下に行くのは。無理か。あのデンジャーが開くと願って、きっとあいつのデカさなら入ってこれなきゃ。で、デンジャー開いてるー。やったー。あいつから逃げ切ったぞ。ちょっと後ろ確認してみてくださいよ。嫌です。しっかり怖がってんじゃねえか。逃げ切ったんだろ。逃げ切りましたが、後ろを振り返るのは無理です。真後ろにぴったりくついてたら怖いもんねー。美味しくいただかれました。もうマリちゃんにふりかけでもかけておくか。なんであいつのためにさらに美味しくならないといけないんだよ。てか前から来るとか反則だろ。いや確かに曲がるところがあったもんな。あいつが出てくる手前のところだよな。ここだー。今の音多分また後ろから来てるはず。後ろは振り返るな。前だけ見て進め。怖くて後ろなんて振り返れません。また曲がり角はちょっとなんか引っかかっ。美味しくすんな。明太子マリちゃんの完成。いや次は絶対に引っかからん。ここだー。どうだもうこの速さにはついジャーンプ。そしてそのまま下に下りまして、またいつ曲がり道が出てくるかわかりませんよ。壁に文字が書いてあると曲がり道かと思って。おー、今私はプラレールより速い。あれ行き止まりは、こっ。はぁ、帰りたい。この速さの中右に曲がるなんて。てジャンプしてないで急いで。は、むしゃぶるいですけど。いや完全に焦ってのジャンプでしたよね。むしゃぶるいって言ってんだろ。ここから先は道のエリアだからな。小便ちびりそう。配信者としておもらしはダメですよ。そんなことはわかってんだ。よし、先が見え。頑張れ私。こんな坂なんぼのもんじゃい。あれ追ってきてですよね。間違ったこ。いやなんか見えない壁があるって。おい、わた、もうこうなったら坂道でショートカット。あやっぱ無理だわもう。いやー、よし、左側の通路に。今のところ、マリちゃんもう少し左です。皆さんお元気ですか。私は元気です。明らかにやつれてますけど。あ、そこしゃがんで左通路だぞ。しゃがまないと入れないのかよ。いや、ってことはあいつのあの大きさでは絶対にここは入ってこれないかだな。いやなんでしまったの。え、この先に通路あったよ。いや、なんなんだよこれ。開けてくれー。来た道を戻ってみたらどうでしょうか。そうだなー。これ戻る道はどっち。もう無理です。いや、こうなったらあいつと正面衝突して。あ、ちょっと道間違えました。いやー、うっかりさっき封鎖されたドアがなくなってる。もうリタイアかと思いましたが、いける、これはいけるぞ。幾度となく美味しくいただかれてたこの戦いにもついに終止符が。何一つ重要因行方不明の謎解明できなかったけどな。でももうどうでもいい。そんなのし出口だーん。え、これ以上先に進めないんだが。さすがに追いつかれるぞ。あ、でもドアが閉まってる。かったぜ。あ、もうじゃあゆっくり脱出方法探せばいいよな。とは言ったものの、ここの隙間から下に降りるってのはどうです。はい、天才。お褒めに預かり光栄です。え、いや、なんかドアどんどんやってたもん。それを早く言って。よし、右側の隙間から下に落下するぞ。ここだ。いや、だから通り過ぎないで。あそこ下りになってるから戻るのは不可能なんだよ。滑り台を楽に登っていたあの時の記憶を思い出せ。そりゃ小さい頃はやったけどさ。いや、ここでついに己の拳で戦う時が来たんじゃねえか。それ己の拳じゃねえけどな。ついに最終決戦、ハギーワギー VS マリちゃん。なんか私すっごい弱っ。次こそは必ずあの隙間から下に。だからここなのよー。そこから落ちるのは不可能のようですね。お前が言ったんだろうが。いや、でもここも登れそうにないし、後ろからはどんどんドアを壊そうとしてる音がしてるし。あ、これだ。これはあいつの頭めがけて落としてやれ。うぬぬ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 。早く動けよ。さー、血が出てる。なんで
あいつぬいぐるみじゃないの？まさか従業員がマリちゃんを驚かすためにドッキリを。じゃああれはハギーワギーの着ぐるみを着た従業員。違うよ。そしてついに。勝ったぜ。いやでもこういうのって大抵生きてるんですよね。体もふもふだからクッションになってそうだしな。それにバイオハザードだって高いところから落ちたやつは大抵生きてるじゃないですか。いやだ。あいつはもういないんだ。帰ろう。脱出だ。結局ここの社員の行方不明の謎は謎のままでしたね。美味しくいただかれたってことなんだよ。マリちゃんも幾度となく美味しくいただかれてましたけどなんで生きてんの？きっと美味しくなかったんでしょうね。じゃねえんだよ。吐き出してんじゃねえ。おい、これ花じゃねえか。お花を探してこれのことだったんですかね。ということはこの先に謎が明らかになる何かが。ノーストップ、ノーラン、デンジャー、ターンアラウンド、ゴーバック。なあこれ本当に進んで大丈夫なのか。ここまで来たら行くしかありませんよ。謎を解明しましょう。一応ノーランって書いてあったし歩いて進もうかな。振り返るなみたいなことも書いてあったよな。おまま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 怖いこと言うなよ。もう絶対振り向かないからな。てか振り向けるわけがない。さっきのあいつが後ろにピタッとくついてるんじゃないですか。お前マジでぶん殴るよ。いやこの通路もめっちゃ怖いんですけど。絶対なんか出てくる感じじゃん。覗くな。せっかくこの雰囲気を盛り上げようとしてるのに。余計なことしなくても。この通路だけで十分怖い。しかもなんだこの不自然な部屋は。あ、なんだこの不自然な扉は。タンスで塞がれちゃってますね。まあそんな無理して入ることもないよ。実況者なら調べるべきだろ。後で調べましたがあのタンスは動かせないっぽいです。めっちゃなんかありそうな見た目してましたけどね。ここが最後の部屋っぽいな。オルゴールの音がする。開けたくねえ。あ、ポピー？そういえばこのゲームポピープレイタイムでしたね。ハギーワギーが主役っぽい感じがするがこっちが主役ってことだよな。あ、開けるぞ。You opened my case. え？なんだって？私のケースを開けたわね。的なことを言ってるらしい。ああ、すみません、ごめんなさい。これはポピーを解放しちゃったんじゃないです？ああ。やっちまったな。だってあれ開ける以外の選択しないだろう。というわけでなんとか無事にポピープレイタイムクリアです。これチャプター2もこれから出る。聞こえません。チャプター2が聞こえません。チャプター2だから聞こえないって言ってんだろう。ということですので皆さん厚コメはやめてくださいね。クリじゃありませんからね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。